女優の岡江久美子さんが23日午前5時20分、新型コロナウイルスによる肺炎のため、都内の病院で亡くなった。63歳だった。所属事務所は、報道各社へのファックスで経緯を発表。岡江さんは4月3日に発熱し、4から5日、様子を見るように言われたものの、6日朝に急変し、すぐに集中治療室で人工呼吸器を装着したという。その後、PCR 検査で陽性が判明した。岡江さんは昨年末に初期の乳がんの手術を1月末から2月半ばまで放射線治療を行っていたことから、事務所では免疫力が低下していたのが重症化した原因かと思われますとしている。夫の大和田漠と娘の大和田美穂は、それぞれの家で外出を自粛しており、現在は症状はないものの、ショックが大きく対応できる状況でないという。通夜及び葬儀は後日お別れの会を実施する予定のため、誠に勝手ながらご香典、ご供花、穀物の儀は固くご辞退申し上げますとし、